で、じゃあベスト8の第1試合ですね、始めたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。おさゆジャパン、おさゆ書いてある。あ、おさゆジャパンか。おさゆジャパン対シノビズム。なるほど。これはシノビズム、もう勝ち上がってるんですね、ベスト8。確かに、そうっす、すごいね。まあ、実際でもあの弟子のおさんにも強いですからね。あ、そうなんだ。うん、もうチョコだけじゃないですか。さあ、チョコみたいなベガだったね。ベガですね。一応あれじゃないですか、最初から5はベガでやってて、うん、ここまでずっとベガっぽいですね。ネカリカリ。あー、なんかやっぱコマンドはちょっと苦手みたいな感じで言ってましたよね。さあ、ここで、ここはやっぱダブニーから発動したいところですよね。そうですね。さあ、おっと、惜しい。こうなったら、あー、今の投げが通らないとちょっとため息出ますよね。どうですか、ベガが心境的に。いや、俺ベガの気持ちになったことは一度もないから。いや、俺をなったことねえ。なったことねえけど、なったつもりで話さないです。まあね、まあそこはまあ多分前回は共通だろう。まあそうだね、やっぱ、うん、あそこ抜けるかって思うね。結構でもザルシムはもう命がけだからな、ジャングラーとかねえし。そうだよね、やっぱ守りが弱いよね、どうしても。ベガってさ、相手がさグラップしてると思ったら正解なんなの、むずくね。あ、ベガ、ベガ側が。あ、竜とかだとさ、はい、答えが多すぎてさ。あ、そうだよね、確かに。そのしゃがみ姿勢からのグラップを張ろうとして、どうするの？ちゃんとの普通のグラつぶしになっちゃう。ちょっとなんかね、大変そうだよね。あ、まあまあ、まあ、そういうコンセプトのキャラじゃねえから、まあいいっちゃいい。まあ確かにね、崩してなんぼとかじゃないからね。やっぱコツコツだよね。白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 とは思えないくらいの白を増やして削る、削るコンセプトなのね。その一発を取るのが難しくね。俺ベガと対戦してるとき、すんげえガードしてすんげえ真っ白なんだけど、結局回収させずに終わったりとかする。マジで。白の回復ってやっぱ超時間かかるじゃん。200ホワイトぐらいあって。いや、もうそれ200ホワイトってやっぱ背負うものなんだ。背負ってもしょうがないってこと。むしろ背負っていってる。あ、どれだけホワイトを背負えるか。いや、それコンセプトおかしいだろ。コツコツ返してって、それをね、返済して。はいはいはい。でもやっぱ竜とかも灼熱とかを打たない、あの EX 波動とか打たないと、うん、結構切り返せなくない、その橋とかで固められてる。いや、意外となんとかなるんですよ。あ、本当。意外とね、しのげるんですよ。やっぱダッシュが弱いっていうのは。あ、じゃあ、あの助っ人の来ますね、プロ。はい。すごいハード。じゃあ野茂さんが到着したので、はいはい、私目はここら辺。じゃあ根本は話すことがないからな。じゃあお願いします。難しいね、これ。プロが来ますね。お、あ、またベガ2連発かぶせなのかな、これは。もしかするとかぶせになってんのかな。これどっち有利？ね、これベガって言われてる。あ、そうなの？なんで知ってんの？いや、普通に3フレは噂がないじゃん。あー、そっか。あ、じゃあ、あれを振り放題なんだ。なるほどね。近づかれたらきついみたいな。だから立川はかなり、やっぱベガに言わされてる。あ、そうなんだ。聞けない。いや、最大じゃない？このここでの裏投げはコンボより多分痛いぞ。うん、これはハク君か。そう、弟子。弟子だ、最近活躍してるからね。あ、そうなんだ。うん、あれ、今度 e スポにも。あー、はいはい、当たる。うん、おお、すっげえ強えな。あれで龍じゃ返せねえんだけど。マジで。うん、いや、返せないことはないけど返しづらい。すんげえワープするな。来た、これか。まあ、ああいうのも全部返せないからね。ただこうぴょん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 逃げられちゃうからだでって感じだよな。一回削って終わりじゃん。そうなのかな。でもなんか3フレで暴れらんないって結構嫌だと思うけどな、逃げなきゃいけないから。いや、でも3フレっつっても、 あんなね、バルログみたいに長い3フレじゃなかったらそんなに問題解決にならないから。実は。あ、うん、あ、うまい。おーおーおーおおお、すげえな。すげえことが起きちゃったな。これは大事件ですよ。え、わ、なんだこれ、なんだこれ。どっち有利なの。ダルシムでしょうね。これはダルシムでしょう。ダルシムでしょうね。さすがにわかります、それは。おお、一瞬止まった。うまい。ダ
ルシウム使いって感じしたな今の。あそこでフロートなんだね。てか大して被せじゃなくね、これ被せになってなくね、本当に被せですか。でも言うても他来た来た、これね他がやっぱ剣2体と、うん、あとカリ、うん、だったらベガなんじゃないかな。いや剣でいいでしょ、剣でいいよ、剣でいいでしょ。でもモモチあれじゃない、うん、サビに負けてない。まあそういうことはあるだろうけど、うん、でも竜より剣の方がいけると思うけどね、この組み合わせはね。ああまあそうだろうね、うん、あの浮きがしづらいでしょ。おーでかい。ファイト。あのね、ダルシムって結局どのぐらいのポジションなんだろうな。10番目とかじゃない？ 10 番目だいぶ下だね。まあでもそんなもんか。え、だってどのぐらいだと思うの？いや、10番目ぐらいだね。でしょ？なんか意外と勝つよね、ダルシム。まあ、このゲームの10番目って全然チャンスあるもんな。まあチャンスは全然ある。まあ、あとやっぱ対策されてないっていうのはやっぱでかいよ。あ、まあ、ね、数がね、少ない。バルログどうすか、対策されてる？キャラはされてないなっていう感じは感じする。うん、する。おー、真っ白ですよ。行かなくていいのかな、白を取りに行かなくていいのかな。おー、無敵かよ。無敵やれ、反転中ね、無敵やったっぽいね。やば。これはなんだ、シノビズム T シャツですか。シノビズムですね。え、あれはアクア、アクア、アクア、アクアだね、うん、おさゆ、おさゆくんだね。おさゆさん、うん、うちのチームはあのこのおさゆジャパンにやられた、やられた。あ、これベガーってなるとバルログかなり有利だけどな。ベガーに対して、対して、わっけーな。何歳だっけ。14歳。わっけ、わっけ。だってもう一人14歳いるでしょ。え、どっち。やばい、あ、当てていい、当てていい、はい、左。あ、そう、左。右は、じゃあ右、右何歳、右何歳。右は16ぐらいかな。お、違うって、違うって。じゃあ18、あ、違う、19、15。何歳。あ、今20歳になった。20歳。20歳でその感じか。そんなこと言っちゃダメでしょ。20歳の時って何のゲームやってた。ギルティ。あ、ギルティか。あれ、イグゼクスぐらい、アオリロぐらい。アオリロだね、ちょうど。あ、うん、このゲーム勝ったなっていうゲーム、どれ。青、イグゼクス、マーブルか。マーブル、まあでもマジ勝ったなって何、マーブルかな。でも言うても多分勝率一番良かったのはウルフォだと思うよ。ロレント、ロレント。そうだね。いや、うん、いや、いや、でも、いや、かなり勝ってたからね。いや、絶対、あのね、ね、ファウストが勝ってた。あ、イグゼクス。うん。まあ、大会が多かったらかもしれないね。いや、すげえ勝ってる印象あったけどな。モアでしょ？モアもそうだし、大会も勝ってたじゃん。大会、まあでも、ニッセガとかかな、勝ってたの。うん、本館。でもなんかあんまりその印象にない。うん、でかい大会勝ってないから。ああ、あんまりっていう。これでも2位とかになってるよね。まあ、2位にはなってた。投撃は2年連続かな。2年。まあ、小川がなんか、あ、小川と組んでないのか。小川とは組んでない、組んでないのか、うん。まあ、組みやな、大体あの当時勝ったの。まあそうね、なるほど。ハクは静かにやってほしい、静かにしてほしいのかな、もしかして。あ、まあそうだろうね、集中したいだろうね。うん、
でも喋るよ、でも喋るよ。あ、俺ちなみにさ、じゃあ梅原さんが一番勝ったなと思うゲーム何なの？ヴァンパイアハンターかな。あ、ハンターなんだ。まあ、まあ、相対的なもんだからね、結局ね。うん、まあ、自分の実力じゃないでしょ、自分が一番勝ったってやつでしょ。あ、そうだ、さ周りとの差があったやつでしょ。ハンターか03だな、どっちかだね、うん、どっちかだね。でもなんかハンターってじゃあ敵いたの、うん、敵っていうか、まあ一番勝率っていうか、そのセル相手は平井、岐阜の平井。ああ、平井さん。なんかあの時あれだよね、ハンターだとパイロン、まあ、一応ね、でもほぼ全キャラ使ってたよ。あ、そうなん。昔ね、ゼロスリーとかハンターとか X とかね、いっぱいキャラ使う人だったの。なんか意外、意外でしょ。超いろいろ使う人だったから昔。でもそれなんかそういうの飽きちゃったんだよな。一本だ。バルブ、やっぱバルブ。冷血、冷血だね。これかぶせなんだよね。これはかぶせ。なんでかぶせになってんの。やっぱサンフレで流れやすい。そうだよね、主軸の技が1個なくなるっていうのはでかいよね。あとやっぱ飛びに対してちょっとあのバルログが、あ、バルログじゃない、ベガ側がその耐久が難しい。ああ、うん、そうかそうかそうか。あ、早いもん。でもバルログってさ、ジャンプ実は標準でしょ。標準、標準なんだけど、そのやっぱジャンプ中継の先端で飛ぶっていうのがやっぱ通常技耐久には強い。なるほどね。きた、わーっと、あー、これなー、これ強いよなー。これ信頼と実績の立ちコア、立ちコアからいったの今。立ちコアからだよ。小技から入っちゃうって強くね。強いね。ね、うん、まあそれぐらいいいけどね、バルログはね。まあ暴れるしかないから、うん、何にもないから。バルログはどの辺ですか。ベガとバルログってどっちが強い。あ、じゃない、ダルシムとバルログってどっちが強い。いや、バルログ。バルログ、うん、9番目くらいじゃん。8番目、8番目くらいいるんじゃない。そんな強いかな。かなり負けないキャラのうちの一つだけどな、バルログって。いや、それはね、竜がきつい。竜だから。あ、やっぱ竜きつい。竜きつい。剣の方でもきついじゃない。いや、ない、最近竜の方がきついな。あ、マジで。うん、チュンリーは、チュンリーはまだいい方。あ、そうなのかな。お、14歳だからね。お、そう、下がれなかった感じだね。14歳ってさ、まだその生命体として成長してるからね。まあそうね、もう劣化してないからね、うん、劣化じゃないから、まだまだピークに向けてこれから伸びていくわけでしょ。だって言うたら俺14歳の時大会出たことないから、ね、あ、そう、へー。初めて大会出たっていうのも地元の大会に多分高校1年とかそういう感じかな。あ、そう。じゃあ15歳ぐらいか。15だから。場所はアルファステーション。アルファステーションやっぱり、すげえ、なんで分かったんだろう。まあそこしか行ってなかったね。当時結構でも大会したよね、あそこね。あそこはそう、すぐ大会したよね。俺も一回アルファの大会したことある。何のゲームか忘れたけど、カペース2じゃない。カペース2か。うん、なんかカペース2にいた覚えがある。あ、カペース2だった気がする。確かに攻撃の予選かなんか、ね、いや、なんかね、普通の大会だった気がするな。なんか中曽根さんと。ああ、懐かしい。懐かしいね。わあ、これ吐く厳しいね。ゲージがないからね。そうだ、 V ゲージもないし、うん、どうすんだろうな。さあ、止められて、うん、まあ、でもまあこれは当然っていうか、そのまあ、かぶせで出したから、まあ、でもかぶせられて、かぶせ返したっていうのを考えると、弟子取らないの。弟子取らないの。俺、うん、俺は弟子取る人じゃないね。あ、そう、うん、教えてくださいって言われたら教えてるけど。あ、そう。でもなんか結構教えるの好きだよね。俺マーブルの時とかさ、すんげえ情報くれたじゃん。ああ、 教えるのは好きだけど。そうだよね。だ、教えた方が、あの、自分の知識にちゃんと入る。ああ、なるほど。覚えるから。なるほど、なるほど、うん、あ、じゃあ自分にとってもプラスなわけね。そう、あ、逆に梅原さんとか人にあんま教えないでしょ。なんかね、いや、そんなことはないけど。そんなことないよ。あ、そんなことない。そんなことない。
ただ俺自身が教わるのが嫌いな人だから、あなんかその相手もそうなのかなって勝手に思っちゃうところがあって、はいはい、うん、そうそうそう、今ハーストストーンやってるんだけど、えちょっとね空いた時間とかにやるんだけど、はい、そのどういうデッキがいいかとか全然見ないでやるから、うん、スーパー負けるんだ。あそれはそうでしょう。勝率多分どんぐらいだろうな、 5% ぐらいしかない。てかよくその 5% でやり続けられるね、うん、いや平気なのよ、そういうでも 見て勝率が 50% とかになる方がつまんない、うん、なるほど、うん、でもハースストーン結構ガチでやるんじゃないの。いや、あっちかどうかわかんないけど、まあでも面白いね、いつでもできるし、はいはいはい、うん、じゃあ最近はもう移動中にやってる感じ。移動中やったりするね。へえ。来たよこれ、ケン、これは納得がいくよっていうのは弟子だから、うん、ももちの弟子だから剣使うっていうのはまあそらそうだよねっていう、まあ、一応弟子の中のそのなんか応募してきた中から選んでるから。応募してきた中から、そうだから最初はなんか8人ぐらいいて、うん、あはいはいそうだね、そうその中の1人、うん、1人、うん、でやっぱももちがやっぱ剣使ってるから剣使ってる彼を取ったんじゃないかなっていうのは、ね、これがさもっと厳しい世界だったらさ全員剣使いになじゃなきゃダメとかありそうだよね。そうなのかな。本当に弟子を名乗るなら、うん、お前ら全員剣使えっつって、だって空手とか絶対そうじゃん、例えば。あそうなのかな。空手のその道場に通っててさ、うん、別な流派のさ技とか使わないでしょ絶対。そう、うん、だから桃地道場に通うっていうか、ね、桃地道場の生徒なわけだから。でも最初龍だったって言ってるね。やっぱそういう圧力かかったんですよ。なるほど。弟子でしょっつって、弟子なんだよねっつって。バルセロナって立ち回りで打っていいのこれ、よくわかんねえんだけど。いやもうね、ダメ打っていい、いいんだ、すげえ。てか当たるじゃんたまに。たまにじゃん。そうなんだけど、いやリスクの方がでかくね。いやでも言うたらさ、他のキャラダッシュしちゃダメっていうのとあんま変わんないよ。いやそれは違うでしょ。あ何、ちょいタクになるんだ。あちょ、あタクにはなる。あそうな、じゃあまあいいか。竜巻暴れなんだねあそこね。あリターンがあんのか。リターンがでかい、高いし一応3フレで暴れられる。3つか2みたいなもんだよね。あでも3か廃止だからさ。これはどっちがいいんだ。さあちょっと安かった。あ珍しい。でも剣に確かに、うん、あんまり起きないよね。うお立った、うん、あるよあるね、これあるよあるよ。うんうん、おーおー、これは噛み合った。あーあそこ空投げね、空投げね、あれもいいな。龍にもくれよ、惜しかったな。惜しかった。あのジャングラの駆け引き勝ってればね。そうね、あの V 入り場にちゃんと反撃が取れれば、うん、それむずいんですよ。でも難しい。きた、20歳。ちなみにキャラなんだと思う。いやさっき言ってたやん、カリンでしょ。カリン、カリン、そっか。なんかでも色があっていいね、3人このなんか全然当たり前だけど性格が違うじゃん。まあそうね。ハクはもう完全にストロングスタイルですよっていうその感じが出てる。ストロングスタイル、まあでもストイックだね、うん、ストイック、ストイックでしょ。あの右の子はちょっとまだ分かんないな。ももちが一番好きなのは僕ですって感じ。あ僕が一番尊敬してますよっていう感じがある。で真ん中はまあ村田ポジじゃん。今やってるのは村田ポジでしょ。でもかなりあのガチでやってるよ。イースクでよく見るもん。あマジで。うん。あとなんか元々ヨットやってたっけ。ヨット。そう。でなんかそうスポーツとして競技として。すげえな。なんかそれができなくなっちゃって、でなんか自分の一番を目指せるものなんだっていうので、 あのカリン。ストリートファイターって 弟子でやってきた。すげえ。だそれで上京してきてるらしい。面白いね。え、でね、うん、どこ出身。あれなんか東北とか行ってた気がする。そうなんだ、うん、東北なのにボートヨットなんだね、うん、だからそういう話を聞いた。冬でもやるのかな。どうなんだろう、分かんないな、そこら辺聞いてないから。すっげえ力使いそうだな。うん、すごいなんか難しそう。なんだ、怪我したのか。じゃあどうなの、ね、そこら辺は聞いてないから分かんないけど。
じゃあヨットは1番目指してたんだね。まあそうでしょうね、どこが強いんだろう。どこで差を出すのかは分かんないけど、いや筋力だ、シンプル筋力だ、筋力だけじゃないんじゃないかなと思うけど、だけじゃないけど、だから基本はやっぱりああいう体を使ったスポーツは筋力じゃない。あれもうこれ副賞、副賞か、副賞弟子もいいけど、なんかみんなこれ若い子って今どっかいるのかな。あでも増えたと思う、増えたスト5で、うーん4の時あんま見なかった記憶あるけど、確かにね、いや4はちょっと硬派すぎて、あの若い子は手出せないでしょ。あまあ金も結構かかったからな。あそうだね、でもやっぱイースクとか行ってると、すごい見なかった顔がすごい見えるよね。いいね、そういうのね、うまい。あとは一発かな、一発だね、お互い一発か、お互い一発ということは、これ体力今0ドットと0ドットってのと同じってことですよね。そうですね、行っちゃえば0、0と一緒です。一緒ではないですね、投げを食らえるからね、一緒ではないですね。じゃあバレログやっぱ中足はすごい強い、中足のリターンでかいよな、てかさ中攻撃の下段からあんなに減らせるのバレログだけじゃない。あまあバレログだけだと思うよ、あんなあと他いるかな。いない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 、トリガー中だったら結構いるけど。ああそうね、剣とか、うん、剣もだって入れ込みじゃん、まあ、入れ込みだけど、だから結構珍しいね。師匠来たね、師匠は着ないんだシャツ。そうね、そっちなんだ、一応 EG さすがにそっち所属だからプロだし、さすがにそっちか。俺もなんかシャツ、あ、なんだよ、俺もシャツ着てんだよ今日、ビース TV、これビース TV シャツ。あ、でもどうなんか、あ、でもそれってなんか応募し誰かが書いてくれて、そう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 やってるんだよね。でもいいね。あ、でも、お、映ったよ。何が画面に、うぃかも、かもな。あそこ、そこはやっぱ気にする感じだ、うん、大人になりました。来た来た、おもち、いいとこ見せたい。そうね、これあと4人、4人だね。まあでも桃地だったらっていうのはみんなチームメイト思ってるでしょ、ね、まあ期待していきたいとこだよね。桃地って赤だっけ、青じゃなかった、え、色、うん、どうなんだろう、え、赤っていう感じだけどな。あ、でもなんかいつもなんかよくわかんないから使わない桃地って。そう、緑なのかな、緑が一番多いけど、でもなんか大会によってすごいコロコロ変えてるイメージある。これってちなみに今 どの辺なの、そのなんつうかベスト何なの。多分これがベスト8決める戦いじゃない。おさゆはでも強いね、優勝候補だけどね、強いね、ここ安定してる。もし対戦したことある？ちょっとだけ。来いよ。でも本当にこのゲームになって10回も対戦してないんじゃない？そうだよね。我が身に酔いしない。多分まだ1回も対戦してないんだよ。あ、そうなんだ。あ、そうか。大会も当たってないのか。まだ。多分ね。どっかで当たってるのかもしれないけど、俺は認識はしない。結構減るんだな。減る。あ、本力あるもんね。やっぱ火力があるのはすごい魅力的。これ反撃食らいそうな波動だったの、ちゃんとピシッピシッ、もっと弟子たち見れたいよ、頑張って、弟子をもっと映して勝って、これだ、これ、こんなのバルログしかねえ、もっとこれは前面に押し出していった方がいいんじゃないですか、売りとして。いやダメっすか、
あんまりっていう感じだよね。珍しい。やっぱ発生自体はそんな早いわけじゃないから。いやでもまあね、有利取ってれば。しかし桃地らしからぬ今のはミスだな。ミスが少ないの誰って聞かれたら、まあ大体みんな、みんなじゃねえか。俺は桃地のイメージするんだ。なんかそういうイメージない。ミス少ないな。そうね。あでもネモもミス少ないか。うん。ミス少ないよね。そうね、ずっと。コンボミスとかさ、なんかそういうあんましないよね。まあでもやってないとやっぱミスるけどね。あ、まあまあね。おっ、しっかりしてる。それね、竜できないっすよ。ね。一応 EX だったら、あの距離によってできるっていう。ノーマルだとできない、ね。とりあえず脱出する手段としてはかなり優秀なのに、あれで返されちゃうのね。ハイタにあそこ CA 狙ってくる。あ、裏後ろに。え、後ろじゃない、前に。あの恋愛になってないから。あ、だめです。うん。ほら、多いよ。さあ、こっちのコンボなんだ。おお、ほら、あの後ろの足。これは剣が有利ですかね。今は剣が有利ですね。有利ですね。あ、行ったね、これは行ったね。行ったね。あのぐらいになるとやっぱブースキルも警戒しなきゃいけないから。ああ、そうかそうか、突っ込んでって蹴られて発動で終わりみたいな。今多分ね、ああ2回もミスしたなと思ってると思う。そんな厳しい。マジで嬉しい。これは誰行くの。来たー。おお、押せる。これはね、完全に東北を背負ってますよ。彼は東北の星です。お母さん見てるからね。お母さん時戸ファンって聞いたね。あ、そうなんだ。うん、さっき言ってた。すっげえ俺愛想よくされたから俺のこと好きなのかなと思ったけど、そういうわけでもないんだな。ちょっとそうなお母さん来てたんですよ。すごい明るいお母さんで。はいはいはい。じゃあファンになって帰ってもらわないと。いや、もう終わったしな、負けたしな。それファンになってくんないでしょ。いや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 、まあまあ抑えはでも強いですよ。かなり、あ、強かった。かなりしっかりやってる。あ、そうか、熱帯だから次当たるのか。結構ね、そうそう、三太郎さんを通して。ああ、そうか、三太郎さんもあれか、仙台。仙台、うん。え、でもおさゆさんって若いよね。ん、おさゆさんって若いよね。23つだかな。若いっすよ。若いね。強いです、強いですよ。待ってたぜ。教えてあげて、強いって教えてあげて、ももちに。まあでもこれで対戦できるから。いや、1試合ですからね、でもね。まあ言うても、うん、あんまりももちなんかキャンミ戦得意じゃねえみたいなことをなんか言ってたような気がしたんだよな。得意そうなのに。あ、そうね。ね、振ってくる系はもう全部。ああ、いって、いきなり画面足。あれ、あれかくってないよ。どうなんだ。いや、3じゃなきゃダメだから、かくってないよ。あれ、ああいうね、あ、まあ、ジャングラーを結構ね、とがめてくるんですよ。ああ、そうですね。はいはいはい。EX なんだ。行くんだ。ああ、ミスった。おっと、これは。ああ、打つね。大昇竜？あ、中昇竜。あ、そうそう。トリガー中だから。火がつくのか。すげえ行くね、超行くね。俺ももち結構ぶっ放す人だなっていうイメージあるわ。うん、かくってないよね。かくってないはずだよね。かくってんの。かくってんの。4まで行くのか。誰か教えて。ほら、これうまいんですよ。仙台で強いっていうのはね、かなりいいと思うんですよね、この日本のこのあれとして。
なんつうの、普通はさ、東京、大阪、名古屋とかさ、じゃあそうね、ね、やっぱり熱帯じゃ強くなれないっていう、そう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 、いう人が多いじゃん。そこは裏投げがゲージが一番溜まりますよ。まあ確かに俺そこうるせえんだよな。これな、召喚の方がいいのかな。ほら、うまいんですよ。あ、でもやっぱ期待値があるから、うん、大パンだとなんもないから。攻めがえぐい。ほらね、だ強いっつったっしょ。あ、嫌いだな、そういうの。あ、これやっちゃった系じゃない？これはこれだって次当たったら死ぬしよ。うわー、撃ってきた。あれ、なんだなんだ、押しちゃった系だね。これは押した方の負けです。